ドラゴンクエスト11。はい、こんにちは、ちせちゃです。お、大変だっち、大変だっち。あ、これ 3DS 限定だ。このままじゃヨッチ族が大変だっち。誰かに助けてもらいたいけど、誰もオイラたちが見えないっち。もうどうしていいかわからないっち。本当にピンチっち。もののけ姫で見た。え、まさかオイラが見えるっちか。いや、見えへん見えへん見えへんよ。嘘はいけないっち。あなたは絶対見えてるっち。オイラが見えてるってことは、あなたは勇者様っちね。やった、とうとう見つけたっち。はじめまして勇者様、オイラはヨッチ族のクルッチだっち。いきなりだけどお願いがあるっち。オイラたちヨッチ族のピンチを救ってほしいっち。どうかお願いしますっち。いや、今忙しいんですいません。いえ、嘘だっち嘘だっち。勇者様はそんなことやらないっち。もちろんお願いするっち。あー、はい、弱いっす。やったっち、勇者様ならそう言ってくれると信じてたっち。なあぼっち、さっきからお前誰と話してるんだ。じゃあ早速勇者様たちを村へ案内するっち。いや、神大驚きやで。大驚き大驚き。意外と普通の反応。もう勇者といることで何が起きてもびっくりしなくなったのか。それでもこれから驚くのか。よっち村、プレイステーション4版ではありませんね。なんなんだこの村は。いきなり目の前に現れやがった。自分が移動したことには気づいてないのか。いえ、なんだこいつ。あなたは勇者様の仲間っちに。いてなかったけど、ヨッチ村には不思議な力が満ちていて、村の中だけでは普通の人でもオイラたちヨッチ族の姿が見えるっち。マジか。ヨッチ村、ヨッチ族、いきなりそんなこと言われても何のことか分かりゃしねえ。話があるならちゃんと相手が分かるように説明しやがれ。私、それすごい苦手。説明するうち、オイラたちが住むこのヨッチ村はロトゼタシアとは時の流れが違う、全然別の場所にあるっち。時の行く末を見守る一族、オイラたちヨッチ族はある使命を果たすためずっとここで暮らしてたっち。あ、おや、勇者様のこと長老様に教えないといけなかったっち。だからこっから先は長老様に聞くっち。長老様は村の階段を登った先にある祭壇の間にいるっち。じゃあおいらも先に行ってくるっち。忙しい子だもん。カバンを引きずってるけど大丈夫なのかしら。あ、なんかもう一匹いたぞ今。今なんかもう一匹いた。これ火事台じゃん。どこで火事できるんだ。街中で火事できる、楽だね。これは暖かそうなベッドがある。ヨッチ族の使命が果たせないとお父さんが落ち込んでたけど、使命ってそんな大切なことなのかな。私子供だからよくわかんない。私もわかんないや。じゃあ私もわかんないから子供だ。私は VIP アルバムの管理人よ。目立たない仕事だけど、私はこの仕事に誇りを持ってるわ。え？ VIP アルバムが何かって？ごめんなさい、まだ教えられない。じゃあなんで VIP アルバムって単語を教えたの今。なんで？気になるじゃん。なんだよ VIP アルバムってよ。パシン、パソコン、パソコン、そこ何もないんだが。人間がヨッチ村に来るなんて珍しい。ヨッチ村は人が住むロトゼタシアとは時の流れが違う場所にあって、人間が来ることほとんどない。君も間違って迷い込んだんだろう。元の世界に戻りたいなら入り口の旅の扉を使えば。10ゴールド、死刑死刑だ死刑死刑。ヨッチ族の使命を果たせない。ヨッチ族の使命って何だろう。こんなにピンチの時にみんなのまとめ役にならないといけない長領は大変だ。なんだろうね、ヨッチ族の使命って。なんにもない。なんでなんにもない、こ
その場所に地図を作って地形を作った、謎の地形を作ったの。ここはご先祖様から受け継いだ大切な使命をずっと果たしてきました。でもあんなことになってしまって、だからその使命ってなんやねん使命ってなんやねん、私たちはどうすれば。まあでも分かることは、ユチ族も女性と男性がいて、そして子供もいるってことは、叩き出されて子供を産み育てるような一族なわけですな。モンスターとかも一部になるのかな。知能指数は高そう。クルッチが戻ってきたってことは、まさか勇者が見つかったとか、もう使命を果たすことはできないと思ったが、勇者様が来てくれたら少しは希望が見えてくるのかな。異世界勇者みたいな感じか。なんかでっかいのだぞ、でっかいの。年取るとでっかくなるのか。長老様見てくださいち、勇者様が来てくれたっち。勇者様ようこそ、ヨッチ村。わしはヨッチ族の長老、ジョロッチですじゃん。かわいいな。わしらはある使命を果たすために勇者様を探していたのです。まずは周りにある災難をご覧くだされ。見たよ、なんかドラゴンクエスト7の石板みたいな感じだね。それぞれの祭壇にあるのは冒険の書、そこには異なる世界に来た伝説の勇者の功績が刻まれています。我々ヨッチ族に与えられた使命は、この冒険の書を守り、正しい勇者の功績を後世に伝えること。そのために我らヨッチ族はこの祭壇の間で冒険の書を大切に保管し、ずっと守りてきた。しかし見てお分かりの通り、最近何者かによって冒険の書が破られたり、黒く塗りつぶされたりしておるのです。一体誰がこのようなことをしたか分かりませんが、とにかくこのままでは冒険書の正しい歴史を失われてしまう。残念、冒険書は消えてしまいました。ゼロゼロゼロってことか。そこで勇者様には冒険の書にの世界の中に入り、冒険の書を元に戻してほしい。冒険の書の世界に入るためには、時渡りの迷宮というところで冒険書の合言葉を見つけてくる必要があるのですが、勇者様は時渡りの迷宮に入れないので、代わりのものを迷宮に送り込みます。さあ、ヨッチ族の戦士たちを出てくるのじゃ。ちょっといきなりいろいろ言われて全然飲み込めないんだけど。あ、かわいい、色が違う、すごいカラフル、グミみたい。この者たちは誇り高きヨッチ族の戦士たち。勇者様の代わりに時渡りの迷宮に入り、冒険の書の合言葉を取ってきてくれます。6人のヨッチ族を手に入れた手に入れるもんなんだ。時渡りの迷宮は祭壇の間のすぐ隣にあるので、場所はすぐわかるはずです。クルッチは例の準備を頼むぞ。ちゃんとすれ違い通信ができるようにしといてくれ。了解っち、勇者様のためにおいら頑張るっち。すれ違い通信来た、これ。でも勇者様頼みましたぞ。ヨッチ族の戦士たちを時渡りの迷宮に送り込み、冒険の書の合言葉を見つけてくるのです。じゃあ今からちょっとすれ違い、ちょっとすっぴんぼさ頭ですけど、秋葉原行ってこようかな。秋葉原のヨドバシ前だよね。勇者様、時渡りの迷宮へようこそ。ヨッチ族の戦士を連れてきたら、ここから迷宮に送り込んで中を探索することができるわ。迷宮の探索を途中で諦めたり、魔物にやられてやる気を失った子たちは勇者様の元からいなくなるけど、協力してくれるヨッチ族はまたすぐに集められるから、どんどん迷宮に送り込んで大丈夫よ。なんか誇り高き戦士じゃないのに、戦士なのに去って行ってしまうのか。じゃあ送り込みましょうか。はい、いってらっしゃい。あ、なにこれ、時渡り迷宮では村に住んでるヨッチ族たちから、それで8人選び、特別なダンジョンに挑むことができます。モンスターを出しながらより下の仮想を目指しましょう。迷宮の途中にあるチェックポイントに登録すると、一度探検を中断し村に帰ることができ、再開するときはまたそこから始められる。村
村に帰ると一族たちのやる気が戻るので、まずはチェックポイントを目指しましょう。チェックポイントは1つしか登録できないので、別のポイントを登録されると上書きされます。もし全滅してしまっても村に一族が残っていれば、全滅した地点に最大8万まで一族を呼び出して探検を続けることができます。村に一族が一人もいなくなってしまった場合でも、村の住人を新たに増やしていくと、増加したチェックポイントから再チャレンジができる。マジか、わかんねえなこれ。なんかすげえ歩き方がすげえ。スライムモンスターとバトルではダメージ受けると一族のやる気が減ってく。モンスターのヒットポイントゼロにすれば勝利になります。他の冒険者から受け取った一族はランクが高いほどプライドも高く、簡単な迷宮ではやる気が下がった状態で探検に臨むことになってしまうので注意しましょう。バトルを繰り返すと画面右上のスキルゲージが溜まり、一般になると呪文を使えるようになります。一族たちは色によって使える呪文が異なり、同じ色が多いと呪文の威力も上がります。特にバリアを張っているモンスターにはバリアと同じ色の一族を使う呪文が有効です。なるほどね。じゃあ今のメンバー弱いってことですか？それだけはこれバラバラだもん。バラバラのバラだもん。スライム倒した。スライムあ、でも倒せるからいいや。お、宝箱？朝の糸ゲットだぜ。あ、宝箱あるじゃん。あ、ちょっと待って。オートランにしてたら勝手に降りちゃった。の宝箱に入れようと思ったの。スライムフェス。あれ倒せない。ああやる気が減ったのかこれね。はい、イエーイ。ナイスだ誇り高き戦士たち。お、朝の糸。うなき朝の糸持ってるの。どこ行ったの？再建の。242ゴールよっ。アイテムも手に入るのに当選簿された。ファビュラス。あぶねえ、本当だ、あぶねえ。頑張れ。本当の総攻撃受けてるじゃん。
妄想のルーンに足らんの。以上に最後までご視聴誠にありがとうございます。またねー。